どうも寒しな山田さんの川です、えー、今回はですねというかちょっとしばらく映画のあじゃね動画の投稿を、えー、していなかった久々の動画の投稿なんですけども、えー、別に死んだとか具合悪くなったとかではなくて単純に気が向かなかっただけで、えーまあ、これからもマイペースに動画の方はですね投稿していこうかなというふうに思っております、えー、そんな感じで久々に扱う映画はこちらでございますジョン大怪獣の後始末 こちらの映画はですね、先日2月4日にえっ、ー、と全国の劇場で公開された映画なんですけども、えー、監督は三木サト監督でえっ、ー、と山田洋介さん、土屋太鳳さん、あと浜田岳さんなどが出演しているですね映画でございます。でこちら公開してからまあこう皆さんご存知かと思うんですけども、ご存知ない方もぜひちょっとあの調べていただくとすぐわかると思うんですけども、あのー、SNS でですね。 公開するや否やまあ阿鼻教官の大黒評が、えー、並びまくっていて、えー、ツイッターではですねクソ映画っていうトレンドが、あのー、できてしまうほどということなんですねで、えっと、僕としてはですねまあそのまあこの映画、まあ、見るつもりではいたんです面白そうだなと思って見るつもりではいたんですがまさかこんなことになるとはと思っていてですね、あのー、まあ急いで見なきゃなと思ったわけですよで僕はあんまりその映画のことをクソ映画だとかあんまり 言いいいたくないタイプでございまして、えー、このね「大怪獣の後始末」がどういう映画であるにせよこうクソ映画っていうのがトレンド入りしてあっちこっちみんなが好き勝手に叩いていいみたいな感じになるのはちょっとどうなんだろうと一体その話題にねしてる人の中で何割の人が実際に映画館にそれを見に行って、えー、自分の目でねそれを確かめているのかっていうのをちょっとまあ、あのー、どうなのかなというふうに思っていて。 えー、まああの僕もねそういう僕もこのチャンネルでね過去にまあ,あの映画をこう偉そうにあれこれ言ったりとかしているんですけどもまあねそ,それはちゃんとお金払って見に行ってその上でいろいろ考えて言っているのでね是非その辺もあの合わせて過去の動画を見ていただきたいんですけども。 はいということでですねで、見てきました、大怪獣の後始末、まあ、ちょっと映画の感想に行く前にね、先ほどちらっと見せました、こちら、パンフレットなんですけども、こちら、1000円です、えー。大怪獣の後始末のパンフレットくださいと言ってですね、1000円ってなった時は、ごめんなさい、ちょっと下打ち仕掛けましたね。1000円すんのと思って、マジかとか思いながら、まあ、買ったわけです。で、えー、っと中見たら、まあこれだけ分厚いですから、 すすごいです、ね、中身がとっても充実しててあのー、今回「希望」というね名前が付けられるその大怪獣の。あのー なんか性質であるとか、か、かか、皮膚がどうでととと細かい設定とかあとはこう映画内で強行されるこう作戦のことをこう時系列順に並べてくれてたりとかあとはまあ監督をはじめとするそのスタッフたちあの特殊造形であるとかえ衣装であるとかっていうそのあのスタッフたちの仕事の細かいことまで書いてあったりインタビューが載っていたりとかしてとても充実したパンフレットですので確かに1,000円は妥当かなというふうに思いますので是非ですね「大怪獣の後始末」ご覧になった方は。 まあ,あのね映画の好き嫌いはあるとは思うんですけど買っていただけたらと思います、はいえー、映画の物語としましてはですね突如、えー、街に現れた大怪獣がまあ、死んででその死体をどうするかっていうお話なんですねまあ、日本はですねまあ、怪獣映画とかそういったものがすごく盛んに作られてきて、えー、まあ、ウルトラマンであるとかゴジラであるとか ね、そういったものはたくさん出てきてるんですけどもその死体を、まあ、どうこうするっていう話をメインにするのは、えー、初めてだよねという試みで作られた作品ですね。まあ、とはいえねその倒した後どうするんだ問題っていうところには、ね、皆さん名前挙げられてると思うんですけどそれこそパシフィックリムとかではねあれ臓器売買とかに使われたりとかあの死体をこう研究するっていうことでそれで、ね、臓器があったことでよりその敵のあのー 思惑みたいいなものが分かっってて最終決戦に挑めるっていうねその後処理が割とメインプロットにこう入ってくるっていう展開はあったし「シン・ゴジラ」に関してもですね「そのシン・ゴジラ」まあ、ちょっと「シン・ゴジラ」のネタバレになるのであのぼやかしていますけども最終的に「シン・ゴジラ」のあれがどういう効果を発揮してどうこうみたいなのとかは、まあ、割と触れられてはいたりとかっていうことではあるんですがなのでその「 後処理そのものを着眼点にすること自体がそこまで目新しいということではないんですけどもその後始末だけで一本映画を作っちゃうっていうここ,こそこが企画の、まあ、新しさであったり斬新さであるとか面白さであるとは思いますでしかも今回ですねこの映画松竹と東映が一緒にコラボレーションして作った映画っていうところも、えー、と割と大きな挑戦であったのかなというふうに思いますただ僕これあの映画見終わってパンフレット読んでてああ本当だと思ってここですね見えますかね あの松竹と東映がああそうだったんだねボケーっと見てただけじゃちょっと分かんなかったんですけどとかそこがあまりこう大きく宣伝されてないというかねそれ以上にこう勝ってるものが <laughs> SNS 上には多いということで、はい、すいませんちょっと前置きが長くなりましたけども、えー、実際に僕見てきましたえー、見た結果ですねあの普通に面白くなかったな っていうのがまず第一ですねあのですねクソ映画って、まあ、皆さんこう言われるもの、まあ、をたくさんあると思うんですけど、まあ、あの例えばね、まあ、定番中の定番といえば実写版「デビルマン」とかあと僕の中では例えばクソ映画っていうとパッと思いつくのはあのー、実写版の「キャシャーン」とか実写版の「ガッチャマン」とか。 実写版ばっかか,、えーね、なんかそういったものが多く挙げられたりとかしますけど例えば僕がこのねチャンネルで扱ってる福田雄一監督の作品、えー、とこの例えば「オタクに声は難しい」とか、えー、とあとですねこのチャンネルでは扱ってないんですけど一応僕ちゃんと映画館にお金を払って見に行きました「新解釈三国志」あの辺は僕はもう映画とかも言いたくないレベルで嫌いになっちゃったのであのクソ映画とも言わないんですけど。 そういうい意味で僕の中では例えば先ほど名前挙げましたデビルマンとかキャシャーンとかって確かに見てるうちはなんだこれって思うんですけどもやっぱり忘れられない何かがあったりとか、あのー、例えばキャシャーンだった桐谷和明監督の,その映像に対するこだわりが強すぎちゃって技術がついてきてない感じとかそのやりたいことの熱意とかはすごく伝わってきたりとか何かそういう,こうアンバランスさとか「えっと、もうダメダメなんだけどここが突出していい」とかなんかそういうこう 全部が全部というよりはそのダメさが可愛かったりとかうんそこが作り手の何かこうこだわりが強く出てるところであったりとかそういうどこかしらにこう愛着が湧くものを僕はんあんまり言わないですがクソ映画というんだったらそう言いたいというか、まあ、クソ映画という言葉自体はあんまり僕はあんまり使いたくはないんですけども、ねあのー、そういう意味で。 ごめんなさいね、ちょっと前置きが長くなって申し訳ないんですがそういう意味で今回の「大解除の後始末」は別にクソ映画ともいうあれではないがただひたすらに面白くなかったのかっていう <laughs> あの面白みのない面白くなさと言いますかね。例えば僕が何度も、 別にごめんなさいねいろんな作品の話をしてしまって申し訳ないんですが、えー、このチャンネルでね扱って、えー、多く扱っているあの幸福の科学の映画とかもあれも普通,の普通の映画っていうのもおかしいですが一般的な映画の視点で見るとなんじゃこれとなりますけども、えー、とその作られたバックボーンであるとかいろ、あのー、んなことを調べていったりとかもしくはこう連続してね幸福の科学が作った映画を見ていくと、あのー、特徴があったりとかそういったところを見ていくと。 あのそれはそれで面白かったりとかっていうところが出てくるわけですけどもなんだこれと思いながらその違和感自体がめちゃくちゃ面白かったりするわけですよね映画として面白いというよりはそういうこう違和感を含めて楽しむというかもうそれも含めて映画体験であるというふうに僕は思っているので、えー、なんですがごめんなさい何度も繰り返しますが「大怪獣の後始末」はずっと面白くないな ただただぼーっと思っちゃったというかじゃあそう思った理由は何なのかっていうところをちょっと掘り下げていきたいと思うんですけどもあのまずですねこれ皆さん思われることだと思うんですけどあの作品の,、えー、とのり自体はすすごくこうコ,メコミカルなんですよかなりこうコメディというかギャグシーンが多いんですけどもこのギャグシーンっていうのが、えー、とコメディ映画とはちょっと言いたくないというか。 あのー、コメディ映画って例えばその笑いだったり笑ってしまうような展開そのものが映画を進める何かであったりとか、えー、もしくは伏線であったりとかっていうものこう機能していくわけですけどもこの映画においてはわり、えー、かしそれがあの本当にシーンの終わりに一個ボケ入れるとか会話の間にボケがこう挟まってくるけどもそれ自体あの全然関係ないというか。 だからその笑いを取ろうとするシーンは全部カットしても話自体は別に何の影響も受けないというかねだか,だから割とそのこうわーって必要な会話をした後に最後にボンって何かボケをかまされてそれに対して何かこうリアクションをしてなんかその後に続くのかなと思ったらなんかそのスンってした間がちょっとあって次のシーンに行くみたいなえ今の時間何なんみたいな感じはすごく思って。で これれが面白ければまだいいんですよこのギャグがめちゃくちゃ面白くって笑っちゃうんだったら全然その時間を割くだけの価値があると思うんですけども結構満員に近い会場で僕見たんですけども誰一人笑っていなくてですねあのー、きつかったですね本当にこに笑いを生もうとしてるシーンが本当に一箇所も誰も笑わないんですよ。一箇所たりとも誰も誰笑わずにスンってて流れていくあの地獄の ですねあれはね。でその俳優の方々がすごく気の毒だなというふうに思いまして、えー、こちらパンフレットのですねあのインタビューなんかを読んでいると三木監督今回の作品に限ってなのか他の作品がなのかわからないですけどアドリブ基本禁止らしいですねあの脚本に書かれているセリフ一,語一句一句間違わないように言わなきゃいけない。でえっとこう 細かい動きとかここをこのタイミングで動いてとかかなり細かく、えー、ビジョン化しているものをこうですね、細かく演者の方に演じてもらうというような、えー、プランだそうでとなるといいよいよよ。怖くなるわけですよあれマジで全部じゃあ監督の思い通りに全員が動いてあれなのかとマジかっていうのがちょっと思ってしまってですねで、おそらく役者の方々もこれ多分面白くないよなって多分分かってると思うんですよ。 そそれれででもこう真剣にそれを言わわななきゃいけないわけけすよね例えばですけど、えーまあ、その大怪獣の,あの死体からです悪臭が出てくるとでその匂いが「まあ、うんこのようなゲロのような匂い」ってこうポロッとこう政治家の方が言うとあのインタビュアーの方が「うんこなんですかゲロなんですかはっきりしてください」って言うんです。もうこの会話も面白くないなとちょっと思っていたんですけどもその「うんこなのかゲロなのか論争」っていうものが結構続くわけですよね。 で,わーっててで結局うんこなのかゲロなのかどっちなんだみたいな話になったりとかして「うわこれまだ引っ張るんだやべ面白くないやばい、恥ずかしい恥ずかしい」とか思いながら見てたんですけどおそらく演者の方もこんなに言 <laughs> うかなっておそらく思ってると思うんですよわかんないですけど実際現場がどういう空気だったのかは全くわからないですけどもそれをあのトーンで最後までやりきらなきゃいけないということがすごくはいあの 気の毒だなと思ってししままいましたでですねさらに気の毒だなと思ったのがあのこの映画は実はものすごいオールスターキャストあのあ,あの人出てんだあこの人出てるんだっていうのがですね本当に端々に本当にワンシーンしか出てこないキャラクターとか本当に誰とも絡まないようなキャラクターとかっていうところに至るまで割と主役級の人が、えー、キャスティングされていてですねそれも含めてかわいそうだなというふうに思いましたね。別にねえあれを 染谷翔太さんとか二階堂ふみさんが演じる意味はあったのかと <laughs> 思いましたけど、はい、でそのギャグシーン以外にはですねその映画全体がどこにこう話として向かっているのかもちろんその怪獣の死体をどうにかしたいという,うそこが背骨一本通っているのは分かるんですけども、えー、毎回こう展開されるいろんな、えー、と作戦があるんですね。例えば凍らせようとか うんとダ,ムの水ダムを決壊させて、えー、水で流して海に行けばまず悪臭はね海に沈めれば悪臭は抑えられるだろうとかなんかいろんな作戦が、えー、展開されるんですけどもその作戦の説明がいまいち分かりにくいままどんどん進んでいってしまうんですね。一体この会話話は何を話してるんだろうっていうのが何ともこう腑に落ちないまま進んでいっちゃうんですよ。だからずっとおー うーんうん、っていう感じでですね完全にはこう何が起きるのかが飲み込めないま物語が進んでいってしまう例えばですけどこれから起きることをちょっとこう何て言うんですか例え話とかで説明したりとかする映画よくあるじゃないですか、まあ、今回いろんな例え話が出てくるほ,ほぼそれが下ネタでなんか不快だなとか思ったんですけどあの例え話というかあの例えば「バーニングオーシャン」という映画が。 あるの皆さんご存知でしょうかあのピーター・バーグ監督でマーク・オールバーグ主演のね、あのー、話ですけどあれだと、えー、今後何が起こるかっていうものを示唆するために、えー、とオープニング冒頭の方で確かコーラかなんかが爆発する缶のコーラが噴き出すっていうのを見せるわけですよ要はこれから起きることはこれの拡大版ですよみたいなことがちょっと示唆されるとかあとはこれもクソ映画という人が多いかもしれないですが僕は意外と嫌いになれない実写版「進撃の巨人」<laughs>。 あれであの未知との遭遇オーマージュでこうマッシュポテトで表現するってあそこでこう壁のどこを壊すと何が塞がるのかっていうものをマッシュポテトで説明するっていうねシーンがありましてあれとかもまあ分かりやすいわけですよね。あのまあ、もちろん本作でもあのガスの噴射の仕組みとかをこう CG と CG じゃないかあれはあの実験映像か実験映像で見せてくれるんですけどそれがまず僕は理解ができなかったんですけどあんまり。<laughs> ごめんななさい僕がバカなだけかもしれませんあのあんまり理解できなくてこれどういう仕組みなんだろうとか思ってで映画によってはねそういうちょっと前につんのめった形でこう観客の理解っていうものよりもワンテンポ早く進んでいくタイプの映画とかはあるわけですけどもただ本作に関してはその意図があるわけではないようにも感じるんですねというのも一応そこでこうサスペンスな展開が起きるわけですよ何かが間に合わないとかまだここの人がここにいるのに えーね、国がこういう作戦をしちゃってやばいみたいなことがこう起きていくわけですけども果たしてこの主人公が何をしようとしているのかとかこの人は一体何をしようとしているのか、えー、でどれぐらいのことをすれば何が起きるのかとか、えー、どういう邪魔をされたら何が困るのかとかそういう基本情報がいまいち これは僕の理解力なのかもしれないんですけど飲み込みきれないままに物語が進んでいってやばい間に合わないなんとかっていう風になっていってしまうのでだからこういくら主人公であるとかその周りの登場人物が焦っていてもなんかこういまいちピンとこないんですよねずーっとピンとこないんですよ <laughs> 映画全体が。 とかね、あとはその、まあ、ブルースという今回小田切譲さんが演じている、えー、爆弾こう爆破のプロが出てくるんですけどあのブルースはすごくかっこよかったですねあの小田切譲さんのキャラクターも相まってその彼がねあのーまあ、ダムを決壊させる作戦をするんですけどあのそこでちょっとこうアクシデントが起きるんですねそこで小田切譲さんが身を挺して俺はあれをやってくるっつって行くんですけどその小田切譲さんが一体その先で何をしたのかもちろん 描かかなくてももちろんわかるんるですよ何をしたかただそこをビジュアルで見せてくれないんだっていうのをすごく,ものすごく違和感感としして感じましたね結果が先に来てなんかそこをエモくする気はないんだみたいなすごくねドラマチックに描けるはずなのにそこをあえて避けてる理由は何なんだろうとかまあたい僕こういう違和感を感じると作り手はなぜそうしたのかっていうところをちょっと考えて割とこう肯定的にですね おそらくこういう狙いがあったんじゃないかとかっていうふうに考えるんですが今回のその「大怪獣の後始末」ですね、あのー、もちろん僕はこう足し算的に映画をも見るようにしてるんですよ加点式で見てるんですけどこうどっか褒めるとこないかなってずっと探してる間に映画が終わっちゃったぐらい肯定的に何かを捉えようにも結果としてそれが何も面白くないので褒めようがないというか。<laughs> えどうしようってすごく困惑していたんですね。まあ、といった感じでごめんなさいちょっととっちらかったねあの喋、ー、り方をして申し訳ないんですけども大体いいそんな感じの映画でございました。あのー、基本的に、えー、っとギャグシーンは全部地獄みたいに面白くない、えー、会話がまず何を巡ってる会話なのか。 もちろんね、ざっくりはわかりはかます。この作戦の話をしているこの作戦に賛成の人と反対の人が口論をしているそれはわかるんですけど一体どの程度の範囲の話をしているのかとかっていうところまではすんなりは入ってこないでえっと、あそこは描かねえんだとかそこ見せてくれないんだみたいなものが続くのでなんとなく違和感だけが募っていくとかあとね役者さんが気の毒ですといった感じでございます。ただじゃあ、 そういった飲み込みやすさみたいなものを全部こうやったり笑いのシーンを取り除いたらそれはそれでこの映画がいいものになるかっていう話はまたちょっと別でうーんこの感覚と言いますかこれを言うのはちょっと初めてだったので、まあ、僕もそのね先ほど名前を挙げました「デビルマン」とか「キャシャーン」とか「実写版ガッチャマン」とかは結構後追いで見たんですよ。 なのでリアルタイムで映画館でこういうタイプの映画を、えー、見たっていうことは割とないかもしれないですね。なのであの貴重な体験だと思います。そのやべえ映画全編誰も笑ってないぞこの空気みたいなのを味わえるのは今映画館に行かないとわ、えー、からないことですしね、はい、そういう意味で映画館で見たことをこう自慢できるタイプの映画だとは思います。えーえー、ね 実際面白くはなかったんですがですがこの映画を見てない人が「はあああれはクソ映画らしいね」ってなんか知ったようなことを言われたら割と僕はちょっとイラッとはしますね。いやお前ちゃんとお金払って映画館であれ見た俺の気持ち理解できんのかよってう,もう知ったようなこと言うんじゃねえって感じで言うぐらいにはちょっとイラッとするぐらいの経験はさせていただきました。はい、といととうことでですねあちょっと ラストはさすがに僕は鳥肌が立ちました <laughs> おおって思いましたラストの3分ぐらいですかはいそこはちょっとこうテンションちょっと上がりましたねただ何が起こるかとかをちょっと説明するともう勘のいい人はすぐ分かっちゃうのでねだって怪獣とあれがまずオープニングでね出てくる怪獣とあれ の関係から言って。あれ？ってことかみたいな。<laughs> ということで、あの別になんか愛すべき作品とかでもないですが、あの見る価値はないとも言えず、というか。ただ今あの僕ね。この今日はしごしたんですよ。映画。このノイズという映画を見てきたんですよ。これめちゃくちゃ面白かったです。<laughs> 今月何見ようかなと思っててもしこの2択で迷ってるんだったらノイズは絶対面白いですねはい、まあ、それよりも今映画館でやってる映画で僕イチオシは「コーダ愛の歌」という映画でございますこれあの本当に良かったです今年ベストですね僕の中では今のところ <laughs>、はい、ということではいといった感じでございますえー、クソ映画というのをですね実際に自分の目で皆さん確認してからディスるようにしてくださいちゃんとお金払ったものだけが悪口言えますから はい、それが誠実なあの作品の向かい方ということでねあのこれ面白いと思う人はいます実質ね、はい、もしかしたら面白いかもしれないです見なくてそれをジャッジするのはあのもったいないと思うので是非皆さんご自分の目で、えー、確かめていただきたいと思います大怪獣の後始末こんな感じでございましたこれからもマイペースに動画を投稿していきますので皆さんですねチャンネル登録外さないでください是非ね チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた。あ,あと、あの小田切二丈さん、演じるそのブルースのあの部下があの一瞬、あのマッドマックス一作目のトーカッターの手下みたいなことをしだす。あれ、多分マッドマックスが元ネタですよね。多分ね。はいまあ、そんなことはどうでもいいんですけど。